皆さんこんにちは、浅川亀川流チャンネルの浅川です。今回はですね、こちらの今映っているイニシャル D シリーズの FD と86ですね、こちらの、ラジコン、一応ラジコンになるんですかね、なるんですけれども、こちらチョロ Q に見えますけれども、こちらはチョロ Q サイズの、ものをコントロールできるものとなっています。まあチョロ Q サイズのものをコントロールできるものっていうと、デジ Q を最初に思い浮かべるんじゃないかと思うんですけれども、こちらはデジ Q の後に発売された Q ステアというものになっています。デジ Q っていうのはリアタイヤが左右独立していて、戦車のような形でこうコントロールするのに対し、 Q ステアというのはこちらの、よくトイラジコンにあるような前後左右のフロントのステアリングがちゃんと曲げる形で走れるものになります。はい、でこちらの Q ステアというのが実は僕にとってかなり思い出深いラジコンになっていて、現在僕が、ブログを書いているんですけれども、まあ、今のブログのタイトルは朝バーのラジコンブログというタイトルですが、実は、ブログを始めた当初は、Q ステア公式大会に挑戦という、Q ステア、こちらですね、こちらの Q ステアを、使った公式大会に参加するためのブログとして始めました。はい、で、その時はですね、Q ステアがちょうど100万個発売したという記念で、大会が開催されるということになったんですけれども、まあ、僕当時はですね、こちら持ってはいたんですけれども、ただ買っただけで全然走らしたりとかほとんどしてなくて、まあ、そこから大会があるということで慌てて情報収集をしたりしていろいろと、まあ調べ始めたんですけども、とにかくこの Q ステアというのがものすごく、実は奥が深くてですね、早く走るため、タイムアップするためにやらなきゃいけないことがものすごくたくさんありました。でその、レースで最終的に僕レースで実は優勝するんですけれども、そのレースで優勝するまでの過程を、ブログにしてありますので、なかなか読み応えがあるものですので、ぜひぜひ、2007年の5月からもう一番最初ですね、一番最初の1ページ目からが、Q ステアの記事になっていますので、まあ、もし興味がある方は読んでいただきたいなというふうに思います。もう第1回の大会だったんですけれども、本当に全然情報がない中で、どういうことにこう僕は、情報収集をしながらとか、その気をつけながらとかレースに臨んだっていうことがかなり事細かに書かれていますので、なかなか興味深い内容になっていると思います。はい、でこちらの Q ステアなんですけれども、普通この手のラジコンっていうと、バッテリー内蔵式だったりするので、まあ、古いものはすでに電池がダメになってもうこの動かない状況になってるんですけども、実はこちらの Q ステアというのは電池が内蔵式ではなくてですね、LR44 というボタン電池を使ったものになっています。はい、こちらの電池ですね、送信機用で2個、そして車体用で2個必要になるので、まあ、2パック、まあ、合計4個買ってきました。一応100円均一で買いましたので、1パック100円なので200円で買いましたけども、当時は秋葉原とかでもっと10個入りで200円とか結構安く売ってたのを買っていましたね。はい、なので、こちらの電池をですね、ちょっとこちらのマシンに入れて、今でも走るかどうかをちょっと試してみたいと思います。それでは、電池を入れていきたいと思います。でこちら送信機の方からまずやりたいと思いますけれども、こちらに紙がこれ入っていますね。これなんでこの紙がつけてあるかというと、よくこういう新品のものってこう通電しないようにこういう形で最初から電池が入っているものに対してはこういう紙が入っているものがよくあるんですけども、実はこちらの Q ステアのこのプロポというのがスイッチがないためにこう電池を入れているとどんどん電池が、電源食っていって気がつくと電池がなくなってしまうということがあってしまったために、この紙
これ買った時についた紙なんですけども、使わない時はそれをもう一度刺すということによってスイッチの役割をしていました。はい、それがまだ未だに刺しっぱなしになっていたという形ですね。はい、ではまずちょっとスイッチ、蓋ですね、開けていきたいと思います。はい、取り出してよいしょと、はい、これで送信機側は OK になります。今度はマシン側ですね。マシン側はこの後ろのところ、ここのところをこの中に入れる感じになりますので、まず蓋を開けます。あ、こっちも入ってましたね。こちらも入ってたので、ちょっと中出しちゃおうと思います。はい、でよいしょっと、新しい電池を入れます。こっちのこれですね、こういう感じでよいしょっと、よいしょっと、はい、入りました。あとはこれでちゃんと走るかどうか試してみたいと思います。はい、それでは電池を入れ替えましたので、コントローラーで走らせてみたいと思います。うん、屋外なので実は結構受信感度があまり良くないんですけども、でも走りましたね。ちょっと、ちなみにこれが今ノーマルモードで、これダッシュボタンっていうのがここにあるんですけども、ダッシュボタンを押しながらだと少し速くなります。ダッシュボタンを押してという感じで、はい、はい、というわけでですね、無事走ることができました。突然マシンの台数が増えましたけども、実は僕は、レース参加するにあたって結構ですね、その当時、まあ1台1台が安かったこともあって結構マシンを購入しました。はい、でまあ、なんでこんなにたくさん買ったかといえばですね、こうキューステアっていうのは、まあ、ミニッツなんかとも同じなんですけども、実はこんな小さい、チョロ Q サイズのボディなんですけども、このボディによって走行特性が実は違うんですね。でその走行特性が違ったりとか、あとは先ほど言っていた、付属のモーターが違ったりとか、あとは実はこれなんか見ると分かるんですけども、リアタイヤがちょっと違ってたりするんですよね。はい、そういうちょっとずつの違いとか、あとは古い製品と新しい製品で実は基板がこっそり新型になってたりと、結構マイナーチェンジがいろいろあったりとか、あとハイスピードギアが、こちらのコルベットなんかにはハイスピードギアっていうピニオンが6枚になったものが搭載されていたりとか、普通のものはピニオンは5枚なんですけども、そういうこう必要なものっていうのが実は結構いろいろあって、まあいろいろ買わなければいけなかったということがあって、こんなに台数が増えてしまいました。はい、そしてこちらが、まあこれだけ長い間いまだにちゃんと保管してあった、まあ、原動力というか、このような形で100円均一のケースなんですけども、こういうような形で収納していたおかげで残すことができていました。でこちらの方はパーツボックスですね、タイヤとかギアとかモーターとかがちょっとずつ違ってたりしたので、こちらの方にパーツを集めて、でレース当日はこの中からこういろいろ組み合わせて、その日のレースに、合わせたものを使用しました。はい、でこちらのレースなんですけれども、実はですね、もともとワンマットサーキットって言って、その畳1畳分で、ね、できる、タイムアタックという歌い
文句で始まったんですけれども、この公式レースに行ったらですね、なんと本当に畳が用意してあって、畳の上でレースをして、そして決勝レースではなんと、路面が変わってフローリングになったっていう、なかなかタカラトミーさんの、シャレが効いたっていうか、なかなか、本気で面白いことをしてくれるんだなという、すごい度肝を抜かされた思い出があります。はい、というわけで、この後、Q ステアが販売終了になった後は、今度はチョロ Q ハイブリッドっていうのが発売されたので、そちらの方のイベントっていうのも期待したんですけども、そちらは多分イベントとかがなくてですね、チョロ Q の方のレースイベントっていうのは、Q ステアのそのレース以降はちょっと参加できていないという感じになっています。はい、というわけで、こういうチョロ Q サイズのこういうタイラ時間でもですね、そのレギュレーションがあったりとか、公式イベントがあるとかなり本気で楽しめるので、僕としては、またこういう形で、いろいろなトイラジコンでもいいので新しいレースイベントを開催してくれたら嬉しいなというふうに思います。はい、というわけで今回は、僕の、ブログの、誕生のきっかけになった Q ステアをご紹介いたしました。